定刻になりましたので、ただいまから大井発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合評価会合を開催します。まず事務局から配布資料の確認をお願いします。はい、事務局規制庁管理課の小林でございます。私の方から、配布資料の確認をさせていただきます。まず一番上に座席がございます。その次に名簿がございまして、その次が本日の議事次第でございます。議事次第には本日の配布資料一覧を記載してございますので、それに基づきまして確認をさせていただきます。まず大井原潮 2-1 でございますけど、大井発電所敷地に、の破砕帯の現地調査結果概要についてでございます。A3 の横の資料でございます。それからその他としまして参考資料でございますけど、まず参考資料の1としまして、これは東北大学の石渡教授からの資料提供について、私どもなりに考察したものを参考資料1としてございます。それから参考資料2と3でございますけど、これは現地調査の時に関西電力から提供されました資料でございまして、2つ用意してございまして、1つは現地調査の資料集、そしてもう一つが参考資料3としまして、これは机のように巻物としてお配りさせていただいてございます。これは大バッハの北方のところの海上音波探査の記録でございます。これは後ほどまた見ていただくことになっていますけど、それとあと別途配っておりますけど、1枚紙で音波探査側線及び断層分布図という1枚紙配らせていただいています。これ本来この巻物の中に、巻けばよかったんですけど、ちょっと巻き忘れまして別途お配りしてございます。それから、事前会合の時と同様に基準資料としまして過去の審議資料を用意してございます。配布資料については以上でございます。はい、ありがとうございました。皆様よろしいでしょうか。もし不備などございましたら事務局へお申し付けください。まず最初に当然のことかと思いますけれども、今日は現地で確認してきた結果に基づいて、破砕帯断層の活動性、これについて科学的に詳細にご議論いただきたいと思います。議論も専門的でかつ、いろんな地点について行うことになりますので、難しい点も多いかとは思いますけれども、傍聴されている方々にもできるだけ分かるようなご説明をいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。どの箇所のどういう点について、それについてどういう論拠に基づいてこういうふうに判断できる、あるいはこういう情報がないのでこの点については現時点ではわからないというような、そういう具体的な形でご発言をいただければと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。それでは現地に入らせていただき、議事に入らせていただきます。現地で確認していただいたことではありますけれども、本日はマスコミの方や傍聴の方もいらっしゃいますので、一応どこでどういう調査を行ったかについては、資料 1-1 を使って事務局から簡単に説明をお願いします。はい、管理官の小林でございます。大井原潮 2-1 という資料でございます。これに基づきまして説明させていただきます。まず1枚お向けいただきますと2ページがございます。でここには、当日の現地調査における確認した場所ですね、それと中身を記載していただいております。でまず、この一番、最初に見たのが、マスコミの方にも見ていただいてますけど、大分浜付近のトレンチ調査でございますね。それから、海岸の方におりまして、大分浜の付近の海岸の岩礁、それから、岩場のところ、こう確認させていただきました。でその次に、お昼過ぎになりまして、今度は、山頂付近、この 1,2 号の背面の山頂付近、ここでのトレンチ調査を確認して、させていただきました。でその後旧のトレンチ、昔のトレンチでございますけど、この場所におきまして、この付近の3号付近、それから旧トレンチ付近のボーリング調査、こういったもののボーリングコアを確認させていただきました。で最後に、このダラヤマトンネル、ここでの定番剥ぎ取り調査、これについて確認させていただいております。次お願いします。
でまず、これがあのちょうど台場浜の海のところのものであのの箇所でございまして、これにつきましては、関西電力中間報告で、まあ、F6 破砕帯ではないかというようなところの写真でございます。次お願いします。でこれが、ちょうどその台場浜のトレンチから、砂浜に降りたところ、降りる場所ですね、降りる場所でですね、まあ、何人かの先生から、この部分の破砕帯については気になるというようなことで、これを写真として、撮らさせていただいてございます。次お願いします。でこれが、台場浜の浜から、海側を見たところでございまして、ここでもやはり先生からこの岩礁付近のこの形状が気になるということで、この北方については先ほど巻物にしてございました海上音波探査、これを実施してございますので、その記録で見ていただくということになると思います。次お願いします。これが大マファーのトレンチでございます。ございますように、まず、北面ということで、北の面、ここにおけますスケッチ写真でございます。で特に、ここに、この部分滑り面がございますけど、この部分の拡大した写真をですね、次のページお願いしますに、添付しておりますけど、この滑り面ですね、これについてもこのように、写真を撮らさせていただいてございます。後ほどこれについても議論していただければと思います。それからその次でございますけど、でこれがちょうどその北面のトレンチの東端ということで、これについては、あれが出るかな、50ページ、ここで今先ほどの写真でございますけど、これはちょうどその北面のですね、一番東側の部分、ちょうどこの部分でございますけど、この記録館と蛇紋岩のこの地質境界ですね、ここの部分についての、見えないか見づらいかな、記録館出てる、これちょっと、あ、出てますね、出てますね、このちょっと若干これ出てますけど、この部分の写真を先ほどの8ページに記載させていただいてございます。で同じように後ほど出てきますけど、この反対側の南面でも同じように記録館とこの蛇紋岩の地質境界がございますので、これも見ていただくことに写真で撮らさせていただいてございます。次元に戻ってもらえます。これが、今度は、南面ですね、南面のトレンチ調査の様子でございまして、このところに、滑り面と称しておりますけど、出ておりますけど、この拡大像が次のページから記載させていただきます。ちょうどこの部分ですね、これが、非常にこの基盤だけじゃなくてこの上の層、ここにも変異が及んでいるというような先生方のご指摘でございます。その次が拡大図ですね。これがさらに拡大したものでございまして、この部分に変異が出ているというふうに先生からご指摘いただいてございます。でその次のこれは先ほどこのところの変異見ていただきましたけど、全体をちょっと引いた写真でございまして、特にこの上の部分においてもですね、この滑り面とは別に、その延直方向に、構造性の少し滑り面があるんではないかというようなご指摘もいただいたので、この部分の拡大も取ってございます。これが拡大図でございます。こういうような形で、構造上の滑りがあるんではないかというようなご指摘もいただきました。ですからこれについてはこの部分、特にトレンチのこちら側ですね、まだこれ掘り進んでございませんので、やはりこの部分を少し掘り下げるべきじゃないかというようなご指摘もございました。これが先ほどの東端の北面の反対側です。これも同じようにちょうどこの部分に記録岩と蛇紋岩の地質境界が見えるということでございます。でこの次からは、ボーリング調査でございまして、この次のページはボーリング調査でございまして、これは先ほどの台場浜の
ところのトレンチのすぐ南側のところで、のボーリングコアでございまして、特にこの緑の部分でございますけど、ここで、まあ、あの風邪でこの中華北ですと、まあ、滑り面と称されている部分が見えると思います。次お願いします。でこれが、125の背面山頂付近のトレンチ調査におけます破砕帯でございまして、ちょうどここの、部分で捉えたものでございまして、まあ、明瞭に、こういった破砕部が確認されてございます。次をお願いします。これは今 の、 その16ページの破砕帯のもう少し南西側でございますけど、このところで、におけます破砕部、これの写真でございます。でこれがさらに、南西部分のちょうどこの付近でございますけど、少しこのピットを掘ってございますけど、こういうような形で、まあ、基板がガクンと落ちているというような様子がこれが見られると思います。これはこれ先ほどこの部分は基板でございます。で同様な箇所での破砕帯でございます。この部分でございますね、これについての破砕帯がこの写真で確認できるかと思います。次からが、ナンバーワンボーリングということで、これはあの3号路の付近のボーリングコアを撮影したものでございます。それぞれ、F6 の破砕帯と称されている部分ですね、この赤い部分で、マーキングしてございますけど、称される破砕帯が見えると思います。次お願いします。次は、同じように3号路さナンバー3のボーリングで、まあ、キオトレンチ、キオのトレンチでございますけど、この付近のボーリングコアでございまして、同じように、F6 と見られる破砕部がこのところに見られるという写真でございます。次でございます。次は、ナンバー4のボーリングでございますけど、これはあの、まあ、ご指摘でこの部分特に注目されている先生もおられたので、特にこの部分集中的にこれ写真を拡大して撮らさせていただいてございます。で次が、これが、同じように、旧トレンチの斜めボーリングのものでございまして、これについてもこの部分に、付録破砕帯と見られる破砕部が確認されたとしてございます。それから、一番最後のページでございますけど、これは一番南のところのダライマトンネルのテーマ剥ぎ取りの結果でございますけど、ここに4本の破砕帯が確認されたということで、それぞれ、ここで、写真を撮らさせていただいてございます。それからあと追加でございますけど、参考資料2の関西電力の資料でございますけど、この中で一番最後の方のですね、71ページ、改定地形図がございます。71の1というのは、まあ、非常にちょっと小さいものですから、もう一つ71の2というのを添付させていただいてございます。特にこの改定地形図もですね、やはり台場浜の北方のところで少し筋状のものが見れるというので、先生方におけましては、まあ、この部分気になるなというようなご指摘もいただいてございます。私のからの説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。何か今の点についてございましたら、よろしければ皆様、ご自分の中で、ご議論いただくということにして、今回の現地調査で確認できたこと、あるいは疑問を持たれていること、わからないこと、議論すべき点、いろいろあると思いますので、それぞれの先生からコメントをいただければと思っております。調査がまさに一昨日だったというわけで、いろいろご日程先生方お持ちのところを、無理に一昨日皆さんの、日程で空いていたから調査という形ですけれども、それ以外の日は実は非常にお忙しい皆様だったので、ご用意資料いただきましたけれども、大変申し訳なかったと思いますけれども、ご用意いただいた分に関してはスクリーンでこれから映すようにしておりますので、
またそれらの資料についてはホームページで公開させていただきます。それでは、広瀬先生からお願いしてよろしいでしょうか。お願いします。信州大学の広内です。よろしくお願いします。ちょっと本当にギリギリで作ったもんですから、ちょっと拙いところがあるんで、ご容赦願えればと思います。私は気になりましたところいろいろ丸をつけたりしておるんですけども、これがスケッチ自体は関西電力さんが書かれたスケッチにいろいろ印をしております。で、先ほどもちょっとこれが届かないんですが、届きました、ごめんなさい。先ほども紹介があって綺麗な写真が出たんですけれども、台場浜トレンチではいくつかの断層を確認することができたと思っております。で、一つは、この斜めに入っているやつが2つぐらい見えまして、この地層どこまで変異しているかなということも、これに書かれておるんですけれども、少なくともこの D という、未固結の堆積物までは変異をしていると。で、なかなか時間がないので上も詳細にどうなのかというのは難しいのですが、この上の、緑色に 塗ってある C 層ですかね、ここについては、変異は及んでいないようであるというふうにその場では見えました。もう少し、時間をかけて見ればよかったんですが、このスケッチがそんなにおかしいとは思わなかったということです。ただ問題は反対側にしても同じように見えたんですが、問題としてはこのでは切断されている D 層がいつ堆積したものなのかということについての資料は現在のところ得られていないということなので、その D 層の年代を示す資料を直接火山灰分析等で提出してほしいなと。そういうことがなければこの断層自体が動いた時期というのを判断するのは難しいだろうということです。それから上位のシーソーについてはここに火山灰が出ているということが書かれておりますが、これらがどのぐらい正しいのかという資料、これは現段階でまだ中間報告ということだと思うんですけれども、今後もう少し詳しい分析のデータも見たいなというふうに考えているということです。これについては以上です。これ次をお願いします。で、関連さんの説明の中では、先ほどの断層が地滑りによるものであるというような説明がありました。で、その根拠として、ボーリングを掘ったところ非常に低角でもないんですが、出てくるということで指摘があったんですが、なかなか一つはその連続性だけでですね、単純に地滑り性の断層であると判断することはちょっと難しいかなというふうに思っています。それから地滑りでやりましたらそれを当然示す地形が必要かなと思うんですが、そういう地形がこの方向を示すような地滑りの地形というのも見られませんので、単純に地滑りと決めることはちょっと難しいかなと思っています。それから破砕帯の構造から右横ずれの逆断層であるということが指摘されているんですが、その右横ずれであるということ自体は、そもそもこの地域の、例えば今まで指摘されている F6 ですとかそういう断層の、ずれの方向とそんなに違わないので、むしろテクトニックなものである可能性というのは否定できないんじゃないかというふうに考えております。すいません、次をお願いします。それからもう一つは、これはあまり時間がなくてしっかり観察ができなかったんですが、この今お話したのはこちらの断層なんですが、もう少し、南東側ですかね、南東側のこの気力岩と、蛇紋岩の境界付近にも、断層構造が指摘されていて、それ自体はスケッチが書かれております。で、ここが、一番下のところでこのスケッチがこれが、大きいのが次に出るんですけれども、はい、すいません。一つは大きなスケッチがあったんですが、こちらが反対側のスケッチがありませんでしたので、こちらのスケッチもちょっと提供してほしいなと思います。で、そこの部分が、こういうふうに未固結の、海成層、石が非常に丸いので海が削ったというか海が溜めた堆積物だと思うんですけども、こういうものが、こう溜まっております。で、当日は切れているのか切れてないのかってちょっと難しいかなと思ったんですが、こういう石が斜めに配列していたりする構造も見えるので、もしかしたらずれ断層変異を受けている可能性があるかもしれないなというふうに考えております。
ただこれあのスケッチの先ほどもあの小林さんの説明がありましたけども、ここであのトレンチが終わってしまっています。でこの上のところ見えませんので、もう少しこれを奥へ掘り下げて確認する必要があるだろうというふうに、考えております。それからこの上位の構造ももう少し、どこまで切れているのか、切れている可能性があるのか、そういうことを 見たいなというふうに思っております。すいません、次をお願いします。それから場所は変わりまして、大場浜の、その海側のところですけれども、これは従来の F6 断層というのがここに指摘されているものですが、それよりも、南東側ですかね、この結岩長屈鉄質岩境界というここのところです。でここのところちょうど降りるはしごがついているからかなと思うんですが、この上にこの地質の境界が上方にずっと続いていって、その上の未固結の堆積物が、変異を受けているのかどうかということについてはあの調査されていなかったので、まあ、そこについて、もう少ししっかり見て、これが動いているかどうかということを確認、できるといいなというふうに思っております。すいません、次お願いします。それからこれも、まあ、その、沖合のデータですけれども、これ報告自体にはここはもう何もその断層等は見られないという報告があったんですけれども、これを見ていただけますと、こう筋状の、構造がいろいろ見えるわけです。でこういうものが、まあ、これちょっとどういうふうに調べるかということのアイデアが今ないので、 あれなんですけれども、必ずしもそのこれを見て何もないというふうに判断するのが難しいのかなというふうにちょっと思っております。当然その延長線上に出てくるわけですから、何かしらその単純なあの地質構造かもしれませんけれども、断層の可能性もあるのかなというふうに思っています。次お願いします。これは前回 の会議の時にいただいたデータですけれども、まあ、そういうところからこの大場浜の方のですね、様子ですけども、この TM っていうのは海成層で、海が溜めた地層、過去に海が溜めた地層、海成層で、地形を作っている、まあ、海成段丘という地形を作っておりますが、これがずっとこう分布しているわけです。でこの辺でも調査をしたのはこの辺りですが、ずっと続いていて、この辺でなくなってしまうと。でこちらには分布が全然認められません。でそういうこと、これはあの基本的に地殻変動による隆起によって、高いところまでこう上がってくるんじゃないかというふうに考えているので、これがこちらにないというのは単純に浸食でなくなってしまったのかもしれませんが、なんかこういうところでその、こちら側が隆起してこちら側が あまり隆起してないというそういうことを示す指標になる可能性もあるなと思っています。ですからこれがどう分布するのか、特にこの辺で境界がないのかとか、だんだん下がっていって、まあ、殲滅するということはそれでいいのかもしれませんが、そういう海成層の波色面の高さ、海成層の高さ、その分布と高度連続性、こういうことを少し、プロットしていくようなことが必要なんじゃないか、調査として必要なんじゃないかと思っています。それからこちら側にも、こちら側も露岩していると、そのずっと地層が見えているというふうにあのおっしゃってたんですけど、こちら側について、断層が本当にないのかなということは、まあ、念のためですけども調べてそれも提供していただいた方がいいのかなというふうに思っております。それから これはあの信じればなんですが、ここに F という若い堆積物があるということがこの図に示されてますので、まあ、これがと F6 の関係を例えば調査することも、これが本当であれば可能かなというふうに思ってます。すみません、これは前回の調査というよりは今まで出た資料について思ったことを述べているところですが、まあ、そのように考えております。すみません、次をお願いします。それからあとはあのもうあまりないんですが、山頂のトレンチがここだったかな、ここで、断層が、破砕帯がここで見つかっていると。でその延長線上については、認められない、ボーリングを掘ったけれども認められないというふうなことが、言われておりましたが、まあ、それについてはここからこうボーリングを斜めに掘ってそれで出てこないというそういう観点だったと思うんですが、そもそもこれ右横ずれなので、こう左にステップしていくような連続をする、単純にこうビューと一本でつながるのではなくて、横ずれ断層の場合はその破砕帯がこうステップしていくようなことも考えられるので、そうすると左へ向かっていくとすると、 ここから東へ打ったボーリングではもしかしたら検出できていない可能性もあるんじゃないかと思っておりまして、まあ、そういう調査も、それを検出する調査も、できるんじゃないかと、連続性を
しっかり確認するという意味ではできるんじゃないかと考えております。次お願いします。あ、すいません、もう全部言ってしまったことなんですが、今大体まとめたところで疑問に思った点と、それから調査すればいいんじゃないかという点をここにまとめました。シーソー手札の判定根拠の提示、それからリーソの年代を決定すること、海沿いの、地質境界断層の上側の上砕層の変異をしているかどうかを調べる、それからトレンチの壁面自体を少し南東へ拡大してしっかり見る必要があるだろうと、それから海岸は、これか、あ、このすみません、さっき言ってしまいましたけど、これ地質ですね、血岩、超屈折質岩の地質境界の上の部分をしっかり確認しようと、それから、波色面と海が削った波色面と海成層の分布と高度、その連続性を調べることが必要ではないか、それから、北西側海岸についても、念のため調査する。でこれについても、もっと若いノッチとかですね、ベンチといわれるようなその波色地形、こういうものがないかどうかということも、その高度がどうかとかということも、調べてほしいなというふうに思っています。これは地殻変動の指標になりますので、そういうものが現成のものとそれよりもっと高いものもないのかとか、そういうこともあまり分かりませんが、そういうのがあるか分かりませんが、調べることができるのであれば調べたらいいんではないかと思っております。それからこれは地形分裂にありました北側の F という地層、これと F6 の関係を調査できるんじゃないかと、それから頂上トレンチの、北側のボーリングで当たらなかったことについては、より西側を確認できるボーリング調査で連続性を検討することができるんじゃないかと、このように考えました。一応私の方からは以上になります。はい、ありがとうございました。何か簡単なパッとした質問というのはありますか。よろしければ後でご自分のところでお願いしたいと思います。続きまして重松先生、よろしくお願いします。産業技術総合研究所の、重松です。で、先日見た大井原発の敷地内の破砕帯の調査の結果等について、思ったことを等々、報告させていただきたいと思います。で、次のスライドを、見てください。で、内容なんですけれども、まず、どうやって判断するのかというふうなことを、まず話した上で、で、私自身は今回その調査の中で、その大井原発の周辺でどういう応力がかかっているのかということと、それからもう一つはその大井原発の敷地内の破砕帯がどういうふうな関係があるのかということで、それからもう一つはその破砕帯にどういうふうな粘土鉱物が含まれているのかというふうな点を、注意して、見ておりました。で、次のスライドに行ってください。でまずその判断基準というふうなことなんですけれども、活断層とはというふうなことで、これはいろんなところで言われていることがそのまんまその、ここに書いてあるその発電用原子炉施設に関する耐震設計指針、平成18年9月19日 の、 その報告の中に、書かれておりまして、で活断層とは最近の地質時代に繰り返し、活動し将来も活動する可能性のある断層というふうなことになっております。で、これをどういうふうにして、認定するかというふうなことで、言えば、これはもう基本的に、後期更新制以降の累積的な、地殻変動に、基づいて判断するんだというふうな、ことに、なるわけです。ただ、今回の調査の中で例えば台場浜であるとか、そういったところの場合ですと、地層を切っているとかそういったところっていうのが、見れるので、この辺りの検討っていうのは可能であるのかと思うんですけれども、例えばその、1号炉3号炉の、裏側の、 その尾根の上、あるいはそのボーリング、2号炉と3号炉の間で掘った、ボーリングの中に出てきた破砕帯というふうなものに関しては特にその、後期更新制の、堆積物を切っているとかそういったものっていうのは認められないわけですね。で、そうしたものを、なんとか判断しろというふうなことを、我々は求められているのかなというふうに、思うわけです。で、それをどういうふうにして判断するのかというふうなことでちょっと次にてくださいでなんですけれども、これも、実はその発電用の原子炉施設の耐震安全性に関する安全審査の手引きの中に、一応これは書いてあります。
で、そこに書いてある中では、公式更新制以降の地形面や地層が分布しない場合はさらに古い年代の地形および地質、地質構造、応力場等を総合的に検討し耐震設計上考慮する活断層の認定を行う必要があるというふうに書いてあります。で、まあ、要は後期更新制以降の地形面や地層がある場合は非常にはっきりとこれは活断層であるかどうかとかその活断層を活動性ということは非常に、まあ、はっきりと評価することが可能なんですけれどもそうじゃない場合というのはどういうふうに判断するのかというふうなことについてここに書いてあると。ただこれはあくまでも総合的に検討しというふうなことなのでまあ、非常にそのどういうふうに判断するのかというふうな具体性というか具体的なことは何一つ書かれていないというふうなことになります。でちょっと次のスライドに行ってみてください。で、実際のところ私はいろんな破砕帯を調査しておりましてで、まあ、この仕事を引き受けた段階では破砕帯だけからそれを判断しろというのは非常に無茶な要求だよなというふうなことを思っていました。で、これ左側にあるのは、まあ、中央構造線 の、 まあ、三重県松阪市にある露頭ですね。で、まあ、これ、月出露頭といって天然記念物になっている、露頭ではあるんですけれども非常に立派な破砕帯が形成されています。で、じゃあここは活断層かというと中央構造線自体は、まあ、四国であるとかあるいはその近畿地方の紀伊半島の、西側のところは活断層というふうなことにはなっているんですけれどもこの三重県の、松阪市のあたりというのは活断層というふうな形にはなっていないと。で それでもやはりその、過去にその大きな断層活動を被ればかなり立派な破砕帯は形成されると。で右側これは跡津川断層の破砕帯ということなんですけれども、まあ、そこに、斜め右下から斜め上のところにそのちょっと白っぽいのと黒っぽい縞模様みたいのが見えるんですけれども、まあ、これいわゆる断層粘土というふうに言っているもので、まあ、こういった立派な破砕帯がまあやっぱり形成されていると。で、左側の中央構造線の場合でも、ちょっとこれ右半分の方は黒っぽい石で左半分の方が白っぽい石なんですけれどもその境界のところには同じようにかなり立派な断層粘土が発達していると。で断層粘土だけを見て判断できるかっていうとそれはやはりかなり難しいことだというふうに、私は考えております。でじゃあどういうふうに判断するのかということで、ちょっともう一遍すみませんもう一度前に戻っていただいてください。はい、でそれでですね、私は調査している時にその地質構造それから応力場等っていうところに、着目していたというふうな、ことです。で、まあこれは23日の、事前会合の時に、島崎委員の方もおっしゃられていたことなんですけれどもなぜ活断層が繰り返しその累積的にその変異をするのかといえば、まあ、後期更新制以降同じ応力場にあったのだから、まあ、それで繰り返すのでしょうと。でそうするとその応力場に支配されたような地質構造があるのかないのかというふうなことが、まあ、一つの判断基準になるだろうと。だからそこに、まあ、破砕帯が出てくる。でその破砕帯の中に見られる構造が今現在の応力場に支配されているというふうに、考えられるのであればそれは明らかに、まあ、活断層の証拠であろうというふうな、形で考えていたわけです。でそれですいません次のスライドに行ってください。で、まあ、判断基準というふうなことで、まあ、今回はその地質構造と応力場がどういう関係になるのかというところを見てみました。ただし、ここで述べることっていうのはあくまでも、11月2日の限られた調査結果によるものです。だから、ここで今すぐ、結論が出せるっていうふうな、ものではありません。でそれだけはまず断っておきます。だから今ここでこうでしたって言ったからといってそうだというふうな結論は下せないというふうな、ことは認識していただきたいと思います。でそれからもう一つはその破砕帯を構成する物質ですね、粘土鉱物等というふうなことで、これ一応11月2日にその破砕帯の、サンプルっていうのはいくつか取ってるんですけれどもさすがにその、まあ、おとといその調査して中1日でその分析までやってここで報告するっていうのはこれはまあ、不可能です。なのでただ、
まあ、先日11月2日に一通りその資料を見た後で、まあ、今あの口径の上に置かれているその反射断面とかと一緒にあのいろいろ関西電力さんの方から説明がありました。でその中であの関西電力さんの方からその粘土鉱物としてどういうふうなものが含まれているのかというふうなあの分析結果については教えていただいたので、まあ、その結果についてちょっとコメントだけをさせていただくというふうなあの形にしていただきたいと思います。で、それで、次のスライド行ってください。でちょっとまあ今の段階でのまとめというふうな意味で言えばあの私は調査の範囲内ではまあ応力場と調和的な断層温度の痕跡を見つけることはできなかった。でこれはあの見つけることができなかったっていうのはあのたった1日の調査なのでこれはできなかったということで今後きちんと調査をしていけばそれは見つかる可能性は十分にあるのではないかというふうには思っております。でそれから、まあ1号、12号炉の背面山山頂の F6 破砕帯で見られた粘土鉱物でこれは粘土鉱物はあのきちんと入っているというような形で、報告はしていただいているんですけれども、まあ、これは地表付近で、形成したものではないというふうなあの形で考えることができるかなというふうに、考えております。で、次の、スライドに行ってください。じゃあ、そうしたら地質構造というふうなものからあのどういうふうにしてそれが応力に支配されているのかというふうなことなんですけれどもすみませんちょっとあの難しくなってしまいまして。で、まあ、応力場と、まあ、断層というふうなものがどういうふうな関係になるのかということについて、まあ、ちょっとあの説明をさせていただきたいと思います。で、まあ、応力というのは何かといえば、まあ、これは単位面積にどれだけの力が、加わっているかというふうなことです。でまあ、ここにあの立方体みたいなものを考えたんですけれども、まあ、これはそこに仮想的なこういった、まあ、岩石があるというふうに考えていただければいいです。で、そこにあの応力がかかった時には必ず3方向からあの 3つ の, その直行した方向から力がかかっています。でその3つの直行した、力のうち最も大きなあの力がかかっている方位というのが最大主応力って言っているもので、一番小さいものが最小主応力って言っているもので、真ん中の方向が中間主応力って言ってるもので、これらは互いに、直行してるっていう風な、そういう風な、形になってます。で、次に、まあ、こういった、岩石が力を受けた時に断層がどういう風に動くかっていうことですけれども、次の、スライドに行ってください。で、まあ、こういった形で、まあ、断層があの動くという風なことになります。で、まあ、ちょっと次に行ってください。で、そこの、ずれたところですね、すみません、ずれたここのところが、断層面というふうな、ことになります。で、じゃあここの断層面のところに、どういうふうな、力がかかるのかというふうな、ことを、考えてみると、次のスライドに行ってください。まあ、あの先ほどの A そのまんまなんですけれども、こういうふうに断層面があると。でこの断層面の上にかかる力というふうなものを、考えてやると、次のスライドに言ってください。で、まあ、断層面がこういったときに、まあ、断層面にかかっている応力というふうなものがあります。で、次のスライドに行ってください。でこの断層面にかかっている応力というのは、まずこの主応力の方向、それから、断層面の方向という2つのパラメーターで決まります。だから、まあ、あのこれが分かれば断層面にどういうふうな力がかかるかが分かると。で断層面にどういうふうな力がかかるかっていうふうなことが分かると、この力は、断層面に平行な成分と、垂直な成分に分解することができる。で、まあ、あの断層面に平行な成分のことを線断応力っていうふうに言って、断層面に垂直な、力の成分のことを放線応力っていうふうな言い方をしています。で、次に言ってください。でこの線断応力っていうのがその断層を動かす力ってことになります。でまあ、基本的には断層にはあのこの線断応力がかかってなければ断層は動くことができないと。でその時に、まあ、これ細かいことを言い出すといろいろあるんですけれども、この線断応力の方向っていうふうなものと、変異方向っていうふうなものがほぼ平行になってくるというふうな関係になると。で、次に行ってください。で、まあ、以上のところをまとめると、まあ、要はその断層面にかかる力っていうのは応力場、まあ、主応力ですね、それから断層面の方向で決まりますよと、それから線断応力のかかってない断層面は動きませんよということですね。でよく地質断層とか言っていて、活断層じゃない断層っていうふうに言われてるんですけれども、なぜ動かないかっていえば、それは線断応力がかかってないからっていうふうな、まあ、考え方ができると。
で、それから、もう一つは、その断層の運動方向っていうのは先断応力のかかる応力の方向に平行であると。で、まあ、これは、まあ、ちょっと異論はいろいろ細かい点はいろいろあるんですけど、まあ、おおよそ、まあ、こういうふうな関係になると。で、だから、我々は、この関係から何を評価すればいいかっていうと、まあ、応力場がどういうふうにかかってるのかっていうこと。それから、その応力場が分かると、先断応力がどういうふうにかかってるのかっていうことが計算できると。で、これを評価することができる。それから、断層運動方向を評価することができるというふうな、まあ、3つのことを評価してやれば、そこにある地質構造が今の応力場に支配されてできたのか、というか断層の中にある構造が、まあ、応力場に支配されてできたのか、できていないのかということを評価できるだろうというふうに、考えて、路頭というか、まあ、現地を歩いているときに一応断層のところを観察させていただいております。で、次の、スライドに行ってください。じゃあ、まず最初に、まず応力場を評価しましょうと。で、応力場をどうやって評価したかって言ったら、それは地震のデータに基づいております。で、まあ、これ、大井原発がここにあって、その周りで、2002年から2012年の間に起こった、まあ、微小地震、まあ、マグニチュード0から 2.7、それから29イベントの、これ、発震機構って、まあ、よく呼んでるんですけれども、まあ、こういったものを、計算してやりました。まあ、データとしては、まあ、ここにある気象庁の一元化、それから防災科研のデータ、それから、産総研の、まあ、波形データを使っていただいて、まあ、この解析自体は、産総研の今西さんという方にちょっと、まあ、この発信機構を求めるというふうな解析をやっていただいております。で、それで、まあ、これのこういうふうな形で求まってくると、まあ、例えばこういったその、まあ、よくこれビーチボールとかっていう人もいるんですけれども、この白の方向に、断層が、引き込まれるようなそういった動きをすると、岩盤が引き込まれるような動きをすると。で、これはここの黒く、まあ、黒というか色をつけた部分というのが断層から押し出されるような、動きをすると。で、まあ、そういうふうな地面の動きというのは基本的に、その場にかかっている応力に支配されているというふうなことになるので、まあ、こういったものを都合よく説明できるような応力がどういうふうなものであるのかというのを計算によって求めてやるということができるということになります。で、それで求めた結果というのが次のスライドということになります。で、これが、まあ、大井原発のあたりにかかっている応力場ってことになるんですけれども、すみません、ちょっと難しくなってしまいまして。で、これが北の方角っていうふうなことになって、これが東っていうことになるんですけれども、基本的に最大使用力の方向っていうふうなものが、まあ、西北西ですか？西北西、南南東方向ですかね。で、それから、最小使用力の方向っていうのは、まあ、北南北に近いような方向を向いていると。で、それから、まあ、ここにこういう、まあ、ストレスレーションって書いてあるものを、示しているんですけれども、まあ、これは何かって言えば、まあ、最大使用力の、値を1として、で、最小使用力の値を0としたときに、中間使用力の値がどのくらいの値になっているのかっていうふうなのを示しているっていうのが、この、応力比っていうふうな値になります。で、これがだから大井原発のあたりに、かかっている、力がどういう力かっていうふうな、ことになります。で、次に、じゃあ、応力場が分かりましたと。次に、じゃあ、どういうふうにしてその構造がこの応力場に支配されているかっていうふうなことなんですけれども、次のスライドに行ってください。で、まあ、これは、まあ、昨年の4月に、動きました糸沢断層っていうふうな、まあ、福島県のいわきですね。そこの活断層の、断層面のところ、これが断層面ですね。その断層面を見てるっていうふうなものなんですけれども、まあ、断層の運動を、示すようなそういう擦り傷、まあ、昨今ですとか乗線というふうな言い方をしてますけれども、そういったものがついていると。で、その断層で、まあ、こういったものを見てやれば、断層がどっちの方向に動いたかということを判断することができると。で、実際に、次に行ってください。で、これは大井原発の、ダラヤマトンネルの中の破砕帯1って言ってたやつですね。それの断層面を観察しているものなんですけれども、まあ、こういった形でその乗線がついております。で、まあ、
調査中にもかなりこういった情勢というのは見ることができたんですけれども、まあ、実際何分にも時間が限られていたというふうなことがありますので、測ることができた情勢というのは非常に少ない数しか測れていません。だから少ないデータでそれだけのこ、まあ、本当にそうかというふうに言うのは非常に難しいというふうな、ところがあります。でそれで、次のスライドに行ってください。で実際に観察したものというふうなことで、台場浜のトレンチのところですね。で、まあ、これ先ほど説明していた、基板岩にあるその蛇紋岩のところですね。でその、さっき、何でしたっけ、 C層でしたっけ、D 層ですね。 D 層のところにこう変異を与えているって言ってるところが、まあここっていうことになります。で、まあ、この断層面のところで、上線の方向を測ってます。で、まあ、これの中で2番って書いてあるのがこの、まあ、上線断層面というふうなことになるってことになります。で、測定値見てやると、この方、まあ、断層面がこういう形にな方向にあって、で、それで、ここのところが測定値ということになります。で、まあ、応力場からの値っていうふうなことで言うと、まあ、この方向っていうふうなことになって、まあ、大体50度ぐらいっていうふうな形で離れた方向ってことになります。で、これ、もし本当に応力場に支配されてるっていうふうな構造の場合、大体これが30度以内になるっていうふうなことが知られているので、まあ、単純にこの値だけを見て、この応力場に支配された値かって言われると、そうは判断できないっていうふうなことになります。ただし、このどれだけの先端応力がかかっているのかっていうふうなことで言うと、まあ、2番これですよね。で1番がこれですよね。で、0.5 っていうふうに書いてあるこの値っていうのが、先端応力としてかかりうる最大値っていうことになります。だからここのトレンチに入っているこの断層っていうのは比較的大きな、先端応力を受けうる断層ではあります。で、それで、もう一つはこれ断層が運動している時、断層運動、まあ、地震とかで断層運動が起こっている時っていうのは、まあ、ある瞬間においては必ずしも応力の方向を向かないっていうこともあり得るっていうことがありまして、だからこれは今後そのデータを集めていけば、ひょっとするとこの応力場に近い方位っていうのは出得る断層かなっていうふうな、印象は、持っております。で、まあ、先ほどここを切ってるっていうふうなことで、まあ、関西電力さんの方もここが地滑りじゃないかとかっていうふうなことは言われてたんですけれども、まあ、ここの滑り方向とかも含めて、まあ、先ほどその広内様の方から言われたことも含めて、そのこっち、ここに見られている断層が実際どういう方向に動いているのか、動いたのかということはきちんと評価するべきだろうというふうに思っております。で、あと私がここの路頭で思ったことっていうのは、まあ、ここは、まあ、関西電力さんは地滑りだというふうに言われたわけですよね。で、まあ、先ほど広内さんの方からも、まあ、地滑りの地形が乱れないとかっていうふうなことは言われてたんですけれども、本当にその地滑りなのかどうかっていうのは、例えば、まあ、ここのボーリングの中でその滑り面だって言われていたような破砕帯っていうのがいくつか見つかってるわけですよね。で、そうすると本当に地滑りであるんであれば、その地滑りに対応したような滑り方向にきちんと滑ってるっていうふうな痕跡が見えるはずなんですね。だからそのことをきちんと検証して、やはり本当に地滑りなのか、それとも活断層なのかということは、この台場浜のトレンチのところではきちんと調査していただきたいというふうには考えております。で、まあ、ここ先ほど広下の方からここの左の方にあるその断層について、まあ、非常にきれいな断層面見えてたんですけれども、ちょっと時間がなくて私はそれを測ることはできませんでした。で、それで台場浜のトレンチに関してはそんな感じでして、次の、スライドに行ってください。で、これは台場浜で、まあ、関西電力さんの方で F6 破砕帯というふうに言っている路頭ですね。で、まあ、ここにその F6 破砕帯と言われている断層があるんですけれども、まあ、ここにいくつか断層があって、で、まあ、この断層面自体は、まあ、比較的大きな先端応力が、かかりうる断層ではあります。ただ、私がここで見たものに関して言うと、かなり横ずれ成分が大きな断層が出てきます。で、応力の方から想定される滑りっていうのはこれ逆断層になります。
で、横ずれで右横ずれのものが出てくるんですけれども、応力からは逆断層のものが出てくるっていうふうなところで、まあ、これだけを見ると、ここのその上線自体は、今の応力場に支配されたものではないのかなというふうな、そういうふうな印象を持ちました。で、まあ、これも、ちょっと、時間がなかったので、この2箇所しか、ここでは測定することができなかったというふうな、そういう、結果になっております。で、次に、次行ってください。で、1、2号路の背面山のところですね。で、これに関してなんですけれども、まあ、測定したのがこの3つありまして、ちょっとこれ非常に見にくくって、申し訳ないんですけれども、この2番っていうふうなやつを除くと、まあ、ほとんど、先導力かからないと。だから、ここにある破砕帯っていうのは、基本的には、応力場的に考えたときには滑りにくい方向を向いているというふうな印象は持っています。ただし、ここで2番というふうに書いてあるもの、これが、南北走行に近くて、西傾斜ですか、西傾斜に近い走行を示しているものに関しては、まあ、比較的大きな先端応力がかかっています。ただし、ここで示している上線、これ右ずれなんですけれども、応力的にはこれ左横ずれっていうふうな形になります。だから、応力的にはほぼ正反対の方向を向いているような、そういうふうな形になっているので、まあ、ここで見ている上線っていうのは、今の応力場とは合っていないというふうな、ことになります。で、それが背面山のところですね。で、次のスライドに行ってください。で、ダラヤマトレンチの内部っていうふうなことで、まあ、ダラヤマトレンチの内部っていうふうなことで言いますと、ダラヤマトレンチの中でも上線2つほど測ってるんですけども、これはもうほとんど先端応力かからないと。だから、そういった意味では、今の応力場からすれば、ほとんど滑りにくい断層だっていうふうに、考えることができます。で、まあ、本当は、このダラヤマトレンチ以外に、まあ、ボーリングのコアの中 の、 破砕帯とかそういったものもあったんですけれども、ちょっとその破砕帯に関しては乗船とか見るっていうことがなかなか厳しい状況というか、で実際方向を測るっていうふうなことになると、ボーリングコアの場合だとボーリングコアを掘るときに取ったデータに基づいて、方位を復元するとかそういったことをしてやらないと、なかなかその方位を出すってことができないんですね。でそれをやるってなるとかなり手間がかかる作業ですので、まあ、調査の方としてはそういったことをきちんとやっていただきたいというふうには、考えています。で次の、スライドに行ってください。ということで、まあ大井原発の敷地内の、破砕帯と応力場というふうな関係でいうと、まあ、現在の応力場と調和的な断層の痕跡は見つけられなかったと。であくまでもこれは見つけられなかったということであって、ないというふうなことではないので、まあ、これは今後きちんとそこは調査していただきたいというふうに、考えております。で、それから、まあ、1、2号路の背面山山頂の F6 破砕帯、ダラヤマトンネル内の破砕帯には大きな先代応力がかかりにくい可能性があるということですね。ただ、まあ、いくつか注意点があって、まあ、とにかく、1日だけの限られた調査結果で、まあ、結論には、まあ、データの追加が必要であるということで、そこはぜひ追加していただきたいと。それから、まあ、やはり、まあ、断層がどういうふうな三次元的な形態なのかで、今測ってきたのって個々の路頭で測った値で、実際の断層の動きってむしろその全体的なその断層の姿勢がどうなっているかということが多分大きく効いてくるだろうというふうな考えがあります。でそれから断層の連続性だとかそういったことを考えたときに、三次元的なその破砕帯の全体構造がどうなっているのか、それから、まあ、それによって例えばその、地質境界、まあここですと、まあ蛇紋、まあ、先ほどですと蛇紋岩と、血岩とかっていうことも出てましたけれども、それ以外に、まあ、流紋岩と、それから、まあ、他の岩石ですね、そういったものの境界がどうずれているのかとか、そういったことが把握できるといいか、いいなというふうには、というかそれをぜひやっていただきたいというふうに考えております。でそれからもう一つはボーリングコアの中っていうのはほとんどその場で測ることができなかったと。でこれは非常に手間がかかる作業ではあるんですけれども、これは多分その今せっかくその、まあ、原子炉の横のところでボーリングコア調査をやってるわけですから、それは
ぜひ測っていただきたいということですね。で、あと思ったことが、関西電力さんの方で断層をすぐ樹脂で固めてしまって、そのまんま切って観察をするっていうふうなことをやってたんですけれども、樹脂で固めてし、すぐ固めて闇雲に切るっていうようなことだと、どうしてもこういった解析をするのに十分なデータが得られないというふうなことがあります。だからぜひそのきちんとどういう方向に滑ったのかというふうなことをきちんとデータとして出して、それを出した上でその樹脂で固めるなら樹脂で固めるというふうな、そういった調査をしていただきたいというふうに考えております。で、あとは、近傍で発生する地震、これは安全審査の指針のところにも書かれているんですけれども、今の話というのはその近傍で発生する地震のオールドコバの変化の考慮する必要というのが触れられてないんですよね。で、これは去年の3月11日以降にその安全審査の指針の中に書かれていることなんですけれども、例えばその、東北地方で昨年4月に、大緑場が変わったことによって、いわきのあたりで、今までその活断層じゃないだろう、それほど活動性は高くないだろうと思われていたその断層が動いていると。で、同じようなことっていうのはやはりここでもあり得る話であって、でやはりその近傍にいくつか活断層があるわけで、その活断層の が動いたときにどういうふうにその応力が変化するかっていうのはやっぱりきちんと評価をして、でその上で今言ったようなそういったデータが辻褄が合うのか合わないのかっていうことはきちんと検証をしていただきたいというふうに、考えております。で、一応この、応力場の変化っていうふうな形で言えば、これ23日の時の、基調資料の中で、連動性の評価っていったようなそういった資料が あったかと思うんですけれども、その中で、オバマ湾の中にある断層の中で、どういうふうに連動するのかとかっていった計算は一応やってるんですよね。で、セグメントの切り方とか断層の三次元的な姿勢とかっていうところはいろいろ検証しないところは検証しないといけないところはあるんですけれども、ある程度の計算結果っていうふうなのはあるわけですから、少なくともその範囲内で動き得るのか動き得ないのかぐらいはきちんと計算していただきたいというふうに、考えております。で、以上がその破砕帯とその応力場というふうな、ことになります。で、次にってください。で、次にその破砕帯を構成する物質、粘土鉱物というふうなことなんですけれども、1、2号路、早見山の山頂 F6 破砕帯というふうなところで、これ、関西電力さんの資料の方から撮ってきた写真ですけれども、含まれる変質鉱物が何があるのかというふうなことで、報告を調査の後で報告をいただいております。で、そこ で一応私の方でもこれサンプルは取ってきているので、同じような結果が出るのかどうかっていうのはきちんとチェックしないといけないというふうには考えているんですけれども、そこで聞いた結果では、緑泥石スメック体と規則型混合層って言ってるもの、それから緑泥石、それからプレナイト崩壊石って言ったような、変質鉱物が含まれるっていうふうなことになっています。で、崩壊石に関してはちょっと専門的にはなるんですけれども、熱水とかが通った時の二酸化炭素分圧が高ければ、崩壊石というのはかなりひどい温度条件でできるような鉱物です。ただ一方で、ここにある、3つですね、緑泥石スメク体と規則型混合層といっているもの、それから緑泥石プレーナイトに関しては ある程度どういう条件でできるかというのは決まっております。で、次のスライドに行ってください。で、その辺については、井上2000さんのところで、まとめられておりまして、でちょっ と,、これ文字が小さいんですけれども、これが100度でここが200度、300度で、それで熱水変質を被った時に、どういうふうな変質鉱物を生じるのかということをここに表で示しております。で、300度より、高いところではこの黒の実線が出てくると。で、破線は出るか出ないかというのは微妙というか出ない場合もあるし出る場合もある、条件次第では出るというふうな、そういうふうな、ところだということになります。で、それで、次のスライドに行ってください。で、それで、問題 の, そのスメク体 と,、イライト力あスメク体とそれから、緑泥石スメク体とですね、それから緑泥石がどういう温度条件で出てくるのかというのを拡大したのがこの部分になります。で、これが100度の線、それでこれが200度の線、それでこれが300度の線というふうなことになります。
で、問題になっているのが、次のスライド、あ、次に行ってください。で、問題になっているのは、緑泥石スメクタイと、それから緑泥石プレナイトってことになるんですけれども、緑泥石プレナイトっていうふうなものに関しては、200度を超えているような変質条件でないとできないというふうなことになります。ただし、おそらく、で、それで、緑泥石スメクタイと、スメクタイと混合層っていうふうなものに関しては、それより低温で出てきます。で、これが共存してるっていうのは、これは、まあ、緑泥石はより高温のところでできたものが、そのまんま変質鉱物としては残って、で、それでさらに変質が進んだときに、こっちは残ったまんま新たにこっちのものが出てきたというふうなことで、よりその低温の側のものっていうのが最終的に、どういう変質の変質条件というか、そういう温度条件で変質をしたのかっていうふうなことを、示しているというふうな、ことになります。で、そういうふうな、ことで言うと、まあ、緑泥石スメクタイトっていうふうなことになるので、まあ、この表に従えば、まあ、150度ぐらいから、まあ、200度をちょっと超えるぐらいの温度範囲のところで、まあ、形成したものと。だから、ある程度地下が深いところでないと、その変質鉱物は、できないっていうふうな、そういった、ものだということになります。で、もし、本当に地表付近で変質が進んだっていうんであれば、ここに書いてあるような、スメクタイトといったような、そういった鉱物が、出てくるっていうふうなことになります。だから、まあ、そういった観点で言えば、ちょっと次に行っていただきたいと思います。で、1号路2号路3丁の F6 破砕帯で見られる粘土鉱物は地表付近で形成したものではないというふうな、ことになります。ただ、まあ、これに関しても、まあ、1箇所だけのデータですから、他にもたくさんそういった変質鉱物含まれていると思います。で、そういった中で、どの変質鉱物が出てどの変質鉱物が出ないのかというふうなことはきちんと判断していただきたいというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございました。簡単な質問がありますか。よろしければ、渡辺さんご用意よろしいでしょうか。引き続いて渡辺さんからお願いします。今のお話は後でじっくり議論させていただきたいと思いますが、まあ、簡単に後で簡単に返していただくために伝えておくと、その地震の起こる深いところの応力で地表を測っていいのかということと、それから断層には期限があるわけですから、今そこの地表で見えているものはですね、その期限から考えたら特におかしいことではないのではないかという疑問があります。後でお願いします。私の報告は、この通りでありまして、結論は赤で示しているところの通りです。まあ、問題になったのはこの緊急用F6 に関してはですね、この水路が問題になっているわけです。で、まあ、最初それだけだと思っていたんですけども、多分それでは済まないだろうという形で、調査結果とそれからそれで私が何を考えているかということを話をさせていただきます。トレンチまあ、こことここで、それでここはまあボーリングですね。これトレンチと書いてあるのは過去のトレンチです。そしてここはまあボーリングというか剥ぎ取りのところで見せていただきました。特にまあ私はここを中心にお話をさせていただきます。この部分が、ここですね、海で、ここがまあトレンチを掘ったところです。で、後ほど出てくる山頂部のトレンチがこれになります。で、ここのF6 がですね、ここにまあ想定されていたわけで、それを狙ったトレンチであるということはよくわかります。で、これで何が見えたかということですが、もうすでに広瀬さんも紹介されましたので、そこは簡単にいきますが、まず南壁面です。外水堆積物、まあ、土石流か何だかよくわかんないやつ、それから蛇紋岩と呼ばれる岩盤があって、ここにまあ海水層、海に溜まった層が見えています。標高およそ8メートルです。で、KTZ と呼ばれる9万5000年前の火山灰がここにありますので、まあ、この下の方はこれよりも古い地層であることは間違いありません。で、断層はこの写真の中で2つ見えていて、こういう形で変異をさせています。どうもこの9万5000年前の地層をずらしている様子は明瞭には見えません。で、この海水層、まあ、これは私、海が削ったもともとはベンチであって、その上に
海の礫、丸い石ころが溜まっていると思いますけども、調査地域はここです。でその周辺にはですね、段丘、海の昔の海底が干上がったものが確認されていて、KTZ、同じ9万5000年くらい前の火山灰に覆われる標高10メートルぐらいのところに、周囲面と呼ばれる段丘、その堆積物があります。で今回、今見ていたところではおよそ8メートルぐらいのところに同じように海に溜まった地層があって KTZ 9万5000年の寒山灰に覆われると、まあ、こういう形になっています。したがってですね、常識的にはと私は思いますが、これは12、13万年前の中位段級の堆積物でいいと思います。したがって私はこれは、まあ、活断層であるというふうに判断をしました。ただ現場でですね、関西電力の方からもっと古いというふうな指摘を受けました。で、二十数万年前のものではないかというふうなことでしたが、なぜ二十数万年前なのかちょっと私の理解できませんでしたが、まあ絶対にこうだとは言い切れないのは確かなので、まあ、この可能性もあるということになります。しかし、ここでよく考えていただきたいのは、これが二十数万年前の地層であったとしてもですね、12、3万年前の堆積物はここにないということになりますので、これは活断層でないということを否定することはできないはずなんですね。9万5000年のこの地層を動かしていないことは間違いないですが、12、3万年前を動かしているそういう証拠、動かしていないという証拠ではないわけですから、活断層である可能性は依然として残るわけです。しかし多くの場合、こういうデータで活断層ではないというふうに断言されている方向が多いし、2日前もそのように説明されていたと思います。非常にそれは大きな問題だと思います。それから先ほども出てきましたが、地滑りですというふうなご説明もありましたけれども、これはほとんど不可能。地滑り末端のこういう構造であるとすると、右側から地滑りブロックが乗り上げてくるわけですが、右側が海ですので、海から山へ地滑りが起こるということはありえませんので、これはまあなしだと。まあ、地滑りだろうと何だろうと動いた時代で考えるんだということが前回の共通認識ですから、まあ、そういう意味でもあまり考えなくていいと思います。さて、それでこの左側ですけれども、蛇紋岩があってここに海成層があります。そしてですね、ここに活断層が引かれています。でこれこんなところが出てくるわけで、何もないところが出てくるはずありませんので、この気力岩と蛇紋岩との間に断層があって、そこから派生しているものと考えざるを得ません。ちょっと上はよく分かりませんが、おそらく右ずれに伴う変形がここに出ていると思います。ここがその断層そのものだというふうに私は思いました。この反対側、これ南側ですけども、この北側のスケッチを見ると、写真を見ると蛇紋岩があって、ここに気力岩があります。でここに丸い海に溜まったきれいな丸い石ころがあります。まあ、これが8メートルの分布の高度で、私は12、3万年でいいのではないかと申し上げたものです。でこれがですね、非常に異様な形で入り込んでいます。ここにあるものがですね、ただこうなっているのではなくて、ずっと下ここまで入っています。でここにあるものもこれに沿ってずっとここまで入っていますので、削り込みではないです。もう明らかにですね、あとで岡田先生にコメントいただけると思いますが、見かけは正断層タイプですが、横ずれに伴う地表の典型的な構図の一つだというふうに思います。で掘ってないと、ここより右に掘ってないわけですが、これそのものが断層面であるというふうに判断しました。今のがここです。そして F6 想定されていたところに、先ほどの蛇紋岩の中にあるやつがですね、ちょうど乗ってきますので、まあこれを探り当てたのかなという気もしますが、私はもうちょっとこちらの方が問題で、浜から続けてですね、これが非常に大きな断層ではないかというふうに思っています。で次にこの山頂部です。でこの部分に、先ほど重松さんからご紹介ありました破砕帯が出てきます。走行はほぼ N17 度イーストで、こういう拡大図をするとこういう形であってですね、まあ、破砕帯の詳細な構造、それから粘土鉱物はもちろん先ほどのご説明の通りでいいと思いますが、質問した通りで後で議論させていただきます。で私これ見た瞬間にどう思ったかというと、三浦半島で活断層と呼んでいるものとほとんど同じだと、火災の程度がですね。
もうどっちか比べられた時にどっちかわからないぐらいに立派な活断層の破砕帯だと思いました。かなり、それで、まあ、局所的ではなくてですね、相当長く続く断層の一断面を見ているというふうに私はここで、思いました。でどういうことになったかというと、ここにですね、こういう方向に今の破砕帯が出てきたわけです。右ずれでした。でこちらも右ずれでほとんど走行が同じなわけで、これをですね、局所的なものと思いません。これはどう考えても、まあ、常識的にはこれがつながるだろうと思います。ただここでボーリングをいくつかやっておられて、この断層を捕まえたのか捕まえなかったのかちょっとよくわからないところがありますが、このボーリングでは捕まえていますね。これでは捕まえていないと言っていますが、これではなんかどっかに断層書いてあって、まあ、これがどうかわからない。だけどもこれはまあどう考えてもですね、これ恣意的にちょっと避けるように書いてますけど、ステップするかもしれません。これとこれが無関係であるということは非常に考えにくい。地形的にですね、この断層が通過するであろうというその位置も地形的には推定できるわけで、これはまあ続くだろうと思います。それからこれが南の方に行くと、おそらく昔 F6 に行ったところへつないでつながっていくと、こういうふうに判断をしました。つまり、ここにはですね、明らかな活断層が存在するというのは私の結論です。でこの F6 もそうかもしれませんが、ちょっとこれはよく分かりませんでしたが、これがそうであろうと。それからかつてトレンチ調査をしたこの部分は、あのボーリングをたくさん見せていただきました。で断層はあるということは確認しましたけども、まあ、ちょっと私にはよくわからない、まあ、断層はあることということは重要で、粘土もあったように見えました。したがってここではですね、こういうものと関係から言ってかつてのこのスケッチが非常に重要な意味を持ってくると思います。これは北側のスケッチですけども、岩盤がずれていて上の地層もずれていて、この赤いところが粘土、断層粘土がずっと出ていて、ここまで飛び出ている。さらにこちら側に低下側に溜まったような、この段差ができた後に溜まったような地層もあるので、まあ、通ったとすればこれはあのこれだけで断定するのは厳しいかもしれませんけども、活断層の存在を示す構造はちゃんと見えていて、これは非常に重要な意味を持つと思います。でこれに関しては前回の事前会合ですでにこういうこれを確認できない場合にこういうものをどう扱うかというのはあの基準を作ってくれと申し上げたわけですけれども、まあ、それはちょっとまだはっきりしていません。まあ、全体的にトレンチ今回のトレンチ結果から見るとですね、これは無視することはできない非常に重要な情報として取り扱う必要があると思います。ここは過去のトレンチ壁面が重要であると。それからここはあのトンネルの中をこう剥いで見せていただいたんですが、私は昔から こっちに来るのはおかしいと思っていて、多分もうちょっとこちら側に触れてくるだろうというふうに指摘していました。でこの中で見せていただいた4箇所はですね、全く枯渇していて私には活断層とは見えませんでした。しかし、指摘された4箇所は活断層ではないと思ったんですけども、このトンネルの入ったすぐのところにですね、粘土を持つ非常にあの柔らかい破砕帯と思われるものが出てきまして、位置的にはここになります。ですから通ったとすればこの黄色いやつ、あるいはそれに並走する赤いものですね、こういうものが存在していて、大井原子力発電所敷地内に活断層があることはあの確実であると私は判断をいたします。まあ、特にこれで問題になるのはここで交わるこの部分です。あと文章です。ちょっと過激なところもありますけども、あとあの言わなくてもいいかもしれないこと、感想みたいなことがありますが、まず大井原子力発電所の最重要施設の直下に活断層は存在するというのが私の結論です。で F6 以外にもしかしたがってあったわけ でそれらは現在の応力場でも動きうると、あの右ずれであれば動きうるというふうに思います。それからこれらが見落とされて現在になって問題が顕在化した理由は、不適切な調査とずさんな調査結果にあると、こう言わざるを得ません。なぜこんなことを今更やるのだということを、まあ、ここで問題にすべきだと思います。で肝臓ですけども、あの先ほどちょっと申し上げましたけども、確認できないということをもって活動していないとごまかしてきたところが非常にあると思っています。あの2日前にご説明いただいた方はそういう意識型どうかは別として、9万5千年前の地層にズレがないから活断層ではないというのは論理の飛躍であって、それは説明になっていないわけです。
で、まあ、こういうものがですね、実は敦賀の原発の審査でも同じようなことが言われました。どうして私がそれで活断層でないのだという、まあ、かなり突っ込んだこともありますが、まあ、こういう形で活断層の定義がねじ曲げられて、評価に反映されるとすれば、やはり今後の原子力関連施設における活断層評価においては科学的定義と同等か、むしろ厳しくより安全側に配慮した定義を定めるべきであると思います。本来はそこまでいかなくても私はいいと思っていたんですけども、やはり非常に変な運用があって、具体的には島崎先生がおっしゃるような40万とか、まあ、そういうものを導入せざるを得ないのではないかというふうな感じを抱いています。それから、お二方、今後の追加調査ということをおっしゃいましたが、まあ、ちょっと失礼になるかもしれませんが、あえて申し上げると、まだ早いとか慎重にという意見はいらないと思います。これも言葉が適切じゃないかもしれませんが、これはのんきな学術調査ではありませんので、この段階で決断が可能だとないことを理屈づけるための何か調査というのはもうやめてください。すぐに停止してやるのであればですね、追加調査をするのであればすぐに停止して全てを、ね、調べ直す覚悟で調査をすべきだと思います。これは何を言ってるかというと、これですね、これが私の判断ではこれは活断層の可能性も間違いないと思ってますが、そうなってくるとこの原子の直下、建屋の直下にあるものがですね、どういうものであるかということを確認する必要も当然あるということです。以上です。はい、ありがとうございました。簡単な質問があります。よろしければ岡田さん、次お願いします。パソコンはどこにありますか？あ、そっちある。はい、それで昨日急遽ですね、まとめたので、十分なまとめができているとは思いません。それで、まあ、取り急ぎ作ったんですが、40枚も作ってしまって、一部重複するところはダブ飛ばしていきますので、まあ、こんなところで、大井の含む地形的環境をですね、まあ、特に私は昔からこの三方五湖とその周辺については調べてきたので、40年代50年代 の、まあ、調査地域の近くだということです。また大きな地形構造との関係というので、こういうカシミールというのを作った図をちょっと示しました。まあ、この辺でもうどんどん飛ばしていきますから、全体像で、これは南側の壁面ですね。それから北側の壁面を中心に見ていると思います。特に問題になるのはもう東半分の部分だけだったと思いました。この辺ですね。で、まあ、その辺のことについて中心に喋っていこうと思います。で、南のり面の東半分の上の方にはまあ、変異とかズレというようなものは認められなかったと思いますが、問題のところ、ここのところですね。それからまあ、ズレな、私はあえてズレと言ってますが、ここのところ、まあ、明らかに B 層と呼んでいるものはズレていると思います。それからこちらの方も D 層、これ C 層と呼んでいるものの上までですね、先ほどのあれではここ分岐するような図も書かれていましたが、でこちらの断層は結構断層というか今ズレといった部分はえらく湾曲してですね、急激に不明瞭になって、こうほとんど水平になっていたんですね。で底面にもあんまり確認できなかった。こちらは底面にも確認できて、南の海苔面にもきれいな滑り面が見えたというものです。で、まあ、特にこの辺のことですね、ちょっとこれ普通のあれではちょっとおかしいなと、まあ、感じておりました。現場の写真はこれ私が雨の中で撮ったので、ろくなのは撮れてないんですけども、これがその
ずっとこうやって湾曲して水平近くの、これはやや広角のままですけど底面にも出て、南の海苔面にも出てくるというこのあれですね、ズレですね。で上の方にはあまり発揮しないというものです。でこれは観点が示したもので、むしろ私はここの面一番東南端の部分ですね。で先ほどから紹介があったように海浜歴素、まあ、我々ビーチグラベルと呼んでますけども、それがここに張って明らかに入り込んでいって、ここの面は非常に綺麗なずれを示してテカテカの、まあ、鏡肌と呼んでいるところですね。これ上へ続いていきます。下にも続いていきます。でここを注目してみたら、向こうの観点の資料ではここのところをですね、まあ、落ち込みのように書いていて、これいい層としてますけれども、古い歴層がこういうふうにぐーっと中へ入り込んでいる。でこちらの実は面はもうほとんど境界なので、斜面の海苔面のところなので描かれてませんが、私が見た感じではここのところがよくはっきりと、もちろんもっと滑っていると。それからもう一つこれですけれども、このようにくさび型に食い込むというのはですね、横ずれの断層のちょっと開くような部分ですね、そういうところによく見られるもので、多分これは横ずれ成分が高いものだと思いますが、こうで私の感じではここ二重の V 字構造、くさび状の構造があるので、ここへ落ち込み、それからもう一つ、だから2階は少なくとも動いているかなということですね。でこれ問題なのは、まあ、それって、このイーソと呼んでるやつ、D 層、これ年代はどうなんだろうなと、もうちょっとこっちを含めた詳細構造がこれ把握する必要があると思いますと。それで私が撮った写真で階段の隅っこのねコーナーなので、いい写真撮れてなかったので、ここのところ私はこの部分を注目したということですね。これと、それからただこれ上へ続いていくとほとんど情報に続かないで、この記録岩と書いてあるものと歴層とがいわゆる不整合というか、まあ、専門用語でアバットと呼んでいますけれども、へばりついているようにここでは見えました。まあ、あまり綺麗じゃなくて、もうすぐとこういうの水洗いしてですね、綺麗な接触面をこれから調べるべきだと思います。ここのところ注目しているところですね。これは同じように北のり面、これだから観点の資料をひっくり返して、見えるような状態にしてますが、こちらが先ほど の2番目 のこちら低角度になるのははっきりこちらではしなかったということですね。こちらはやや広角のまま見えているものも ここの間で明らかに、D 層というものはずらしているというふうに見ました。ここのところが、まあ、結構重要です。でそこはボーリングされているということで、こういう深いボーリングでこの断層がもっと深いところにこういうふうなところに滑り面というかそういうのが見つかっているというんで、まあ、これら の, 分析ですね、血だとかまあ粘土鉱物だとかそういうのは見てないし、その辺の確認が重要で、まあ後でも述べますように地滑り学会の人たちで、こういうことに詳しい人を含めてですね、もうちょっとそれは検討した方がいいんじゃないかなというのが私の感じです。でここであえて、まあ、滑りと、まあ、してます。滑りは確かにあるですね。で、この図ではっきり書いてなかったんで、もっと詳しい図があるかなと思って資料を見たら、ここのところこれ以外にあまり詳しい資料はなかったんですけれども、この一番コーナーのところですね、ここも明らかにくさび型、先ほど渡辺さんが説明してますけど、ここのところですね。でこれは先ほど言ってたところ、この上の方を私はそれでちょっと注目して言ってたんですが、犬走りの上のところの記録岩がこう階段状になっていて、ここのところはいわゆる不整合というかアバットの関係だというふうに見えました。これもきれいに水洗いしてみるべきだと思いますが、この情報がどうなるかですね。
まあ、この構造が結構重要というふうに思ったんですが、向こうの資料の図でもあまり綺麗なあのないんですが、これは明らかにここのところに円歴層、改正これ関心歴層がぐーっとくさび型に落ち込んでいると。で、まあ、しかし上端の方は上の方はあまりはっきりしないかったですね。で、私が撮った写真でもここに円歴がですねずっと入り込んでて、ここ の面は非常に綺麗な滑りをしていました。しかしここのところ、この写真ではちょっとよく分かりませんが、この境界面が破砕帯とかですね粘土層のようなものはほとんどないように見えたし、この写真ちょっと暗くて、不明瞭ですが、現場でもあまりそこら辺はないように思いました。ちょっとこれもだから異様っていう、普通の断層というようなものとはちょっと違うなという感じがしました。で、これちょっと隣で11月1日にこれ公表したばっかりの、すぐ隣の先ほどの味方断層帯のトレンチなんですが、ここでトレンチ一箇所やられて、ここでもトレンチやられてるんですが、同じトレンチ調査でもですね、こちらの、まあ、最初に見せる方ですが、結構見かけが違う。それから丸はですね、断層ロートが見られるところで確認されているところですが、この断層は逆断層で、結構そういうのが見られるのに、ここのトレンチでは失礼、一つ前こちらの方ですね、非常に広角の明瞭なズレが見えるんですが、この著者のこの人が書いているように、あまりにも明瞭だし、累積が見られない。それから上下の、まあ、逆断層だと思われるのにもうほとんど垂直で、まあ、そういう累積性が見られないということで、ここで、ね、主断層でない可能性、これはまあ引用したものですが、むしろ断層ではなくて側方流動とか滑りだろうというふうに、まあ、これ言っているわけです。で、その一方でその南の方ではですね、ここでやられたトレンチでは逆断層で、ここの部分がのし上がっていると、こちらものし上がっていると。で、これを動きは平安時代以降で、まあ、あろうと、あんまり詳しい活動履歴はこっちについては分かってないんですが、まあ、そう同じ、断層、活断層沿いのトレンチでもですね、いろんな見かけを呈するということですね。で、先ほどの あれなんですが、まあ、ここ今トレンチやられたところ付近の断面図ですね、結構昔のもう先ほどから出ているように、これ、海岸だったところで、昔の旧堤線、これを図で見ればここが昔の渚の線というか海岸線で、こういうものの分布がずっとここら辺に出てくると、この断層を挟んだこれ以降の変異があるかどうかですね、これはまあ分かるというんで、まあ、そういうこの断面が書いてあったので、これちょっと示しました。それを含めて、この私はこのトレンチだけでなくてですね、この周辺のこのところに残っている注意断期と呼ばれているものですね、最終鑑評期の年代の旧堤線高度がどうなるのかなという、あるいは地形面がどうなるのかなという、それは今のところはっきりした変異は認められていませんが、もう少し詳細な値を出していく必要があるというふうに思っています。あ、失礼。それから先ほども議論できてたように、海岸に行って、こう路頭を見たんですけれども、まあ、ここに記憶岩のようなものが出てて、こちらに、何だったかな、蛇紋岩のようなものですね、こういうのが出てて、まあ、そういう露出は綺麗だったんですが、それからその沖合の海底、まあ、沖合の海底もこれもう少し図があるだけで、こういう中に溝状のこう筋がいっぱい見えますけれども、その正確な位置をこの上にしてですね、どういう方向に、まあ、綺麗にここはみんな岩盤が海底に露出しているようですから、こういう方向のものをですね、プロットしてみる必要があるかと思います。まあ、それこれの断面の、
こういうところの、まあ、蛇紋岩というのは滑りを起こしやすい岩石として、まあ、結構有名なものですけれども、境界面だとかこういうところに、まあ、それも含めてですね、あのトレンチの中との関係ですね、そういうのが必要じゃないかと思っています。まあ、この辺ももう今階段を降りていく地質の境界のところ、それからここが F6 の破砕帯の露頭のところという、まあ、この辺の露出は、まあ、あの現場で見える限りはまあこういう状況だった。この上の、まあ、歴史、先ほど広内さん、ここのところの高度分布を明らかにする必要があるというか、連続性ですね、覆ったわれないという、まあ、見えている限りではこのレベルにこちらにもちょっとあるようで、まあ、詳細なあのこれ調査、ただしここの階段を降りたところのこの境界なんですが、ほとんどこっちはよく風化したあの、まあ、基盤岩類がこちらの新鮮な岩盤についているだけで、この境界に、まあ、破砕帯とか滑り面とかそういうものがちょっとないように、まあ、あの見えました、まあ、詳しい観察が重要かなと。こちらの方もそうですね、ここのところの F6 の、 あの連続性ですね、まあ、この上では、先ほどのトレンチやったところの海成層よりもちょっと若い海成層かもしれませんけれども、まあ、一応ここでは上をあの不整合に覆っているようでした。まあ、ここですね、この図の、まあ、あのこれ一番左は私が撮った写真で、あとそれでまとめますとですね、まあ、あのズレはあのトレンチの下部では D イーソに限定されてあると。で見かけ上逆断層上に見えるところと正断層上に見えるところがある。であの両方が D イーソに限って認められるということですね。でトータル下部の滑り面、これの連続性をもう少しあのトレンチの状況だとよく分かりませんでしたので、あのする必要があると。で、滑り面のボーリングのデータと の、 あの説明がかその関係ですね、こちらに東端の方についてはされてないようなふうに見受けられたんですけれども、で海岸路頭の F6 層ですね、まあ、これがそうなら、まあ、あまりあの私の目では活動性があるようには見えられなかったということですね。でそれは海底の岩礁、あの地形とか岩礁の方へどういうふうに続くのか、線状構造、線状の溝構造ですね、ということが必要だろうと。それから台場浜のトレンチ東端部の詳細観察、あまりにも時間が限られていて、雨の中で大勢の人が中へ入っているんで、あの詳しく観察する機会ない、我々は冷静に科学的にあの見ていきたいので、ああいうやり方はちょっと問題だと私は思っています。もうあの限られた時間では、我々はあんな大きなトレンチだったら何週間もかけてですね、詳しくああじゃないかこうじゃないかとあの疑問しながら、まあ、調査するんでね、あんまあの短時間であの即あの結論を出せとかなんか言うのはちょっと無理ですね。まあそれで、まあ、トレンチとボーリングの関係だとか、まあ、連続性、法則合成、まあ、同じようなことが必要ですが、私はあのさらにあのそういう部分を精査する必要があり、これはあのやっぱりあの学会レベルでの対応なんで、冷静に学術的に科学的にする必要があるということですね。ちょっとお茶飲ましてもらいます。ちょっと長くなっていいんですか、これ。申し訳ないです。まあここもあの万里の長城だと思ったんですけど、まあ本当に山の尾根のところずっと掘っておられて、まあ いくつかちょっとこちら西側半分は非常に風化してて構造が分かりにくかったですが、まあ、わずかな、まあ、破砕帯のような一番西端のところとちょっとへこんだようなところがここにありまして、そこに東の方は非常に新鮮な岩盤が出ていて、こういうふうに直接すぐあれ、県岩って言ってますね、我々
これはもう非常にきれいに見解が見られたんです。だから構造はよく分かってた。私はそれで、岩石学や地質学の専門ではありませんが、ここの破砕帯はいえらくこの幅広いところ、ここですね。でここは非常に広いんですが、こっちになってくると非常に殲滅してですね、枝分かれずんぶんするし、岩石学的に言ってもこの西側のものがこちらの中に取り込まれて、それからこういうふうに格子状というインターフィンガーですね、こう挟み込まれたりしているように見えて、ここのだからこの部分は血岩だと思いますが、この記録岩かあるいは岩石がですね、非常にこう、複雑に交差しているように見えたんですね。でここへ書いてありますが、記録岩と血岩が格子状インターフィンガー関係で、いわゆる混在岩だとかそういうようなあれで、未固結時に形成された、起源が古いものであろうと。これ辺は地質学的な、もうちょっと、人に専門に認めて、でこれが再活動しているのかどうかって問題ですが、こちらの方を見ると本当に薄いこの破砕帯と言われるもので、ここだけ見ると非常に幅広い、えらいこちらとこちらと違う。これはちょうどここが断層面の屈曲するところでですね、幅よく見えているというふうにここでは見えました。こういう屈曲で直線上部ではいや分岐しているところでは非常に小さな破砕ですね。でこの柔らかい部分の原因ですけれども、柔らかいからすぐ活断層だというわけにはいかないです。これは風化作用とか水和作用だとかいろんなことも加わってくるので、その原因をちょっと明らかにする必要があるだろうと思いました。ここら辺はちょっと柔らかい部分が確かに認められたんですが、その部分はこちらの南西側に行くとすぐ殲滅していくというような状況でしたね。ここの辺に来るとちょっともうかなり疲れてですねボーリングコアいっぱい見せられたんですけれども、ここの中の旧あれですね、これ産経新聞にちょっとこんなのが出てたんでこれはと思ったんですが、確かに南の辺延長に当たるようなところはちょっと全く動いた形跡がないというか不整合のように見える。これは元のデータを当たってみると、こういう図が出てて、これの、もうちょっと南西側に触れるとしてもですね、この幅とそれからこっちのあれすぐ対岸というか、トレンチのすぐ南側ですね、これは続かないというか連続性がない。もっとこっちでやってもどっち行きますかね。この走行が問題ですが、でここのところ非常に高角度に立っているので、むしろこっちを問題にしているのかなと思ったんですが、問題はここのところらしいですね。でこのスケッチは割とよくできていると思うんで、この上の方は動いてないでしょうね。それでここの部分でもこの次の詳細スケッチですね、この辺の歴の一つ一つも形もきれいに書いてあるので、これらは回転してるとかあれずれてるようなふうにはこの図では私には見えなかったです。これは落ち込む部分はそういうものがたまりやすいですけれども、それでこの破砕帯がですね、我々が今まで見ている粘土帯があるのか、どれぐらいの幅なのか、組織はどうなのか、その辺が非常に重要なんですが、その辺についてはもう今や観察されないので、ボーリングでしか見られない。南の海苔面ではこうだというんですが、このスケッチ見るとですね、非常にこれに続くなら非常に不明瞭ですね。ここへ書いてあるようなあれで、ほとんどこのスケッチは大学関係者が作った図でもこれほど詳しいものはないんで、なかなかこの図ではここがずれているとは思えないと思います。サレクソンに不整合で覆われていると、この辺もだいぶ疲れてきてですね、F がここだとか、それからその断面見せてもらった、これ先ほども重松さんが言った通りで組織だとか、それからここの部分で、
ボーリングの6ですね、これが本当にあの F6 であるというならば、まあ、これは固結している破砕体ですね、まあ、手で触っても全くあの動いているような形跡はありませんでした。だからここのところをあのもう少し、断面いくつかあの作ってもらって、あの本当にこれが F6 の延長だというなら、まあ、このあれから見ると動いているふうには私には見えないということですね。まあ、あの他のところに来るというならまた話は別です。それからここの、だら山トンネルというんですか、この中見せてもらったんですが、まあ、底面まで入って入で、あのいくつかのところであの破砕体があるということでしたが、あの、まあ、こんな状況でですね、まあ、全体がこの石英流の反例岩か流紋岩、変質した流紋岩か議論があるようですけれども、この中の破砕体というのはあの我々が活断層で見たようなものとはちょっと、まあ、流紋岩全体が我々の区分で破砕度2ぐらいので部分的にですね破砕度3ぐらいのところが見られると、で4の部分は数センチぐらいかなと、で、まあ、大抵の活断層で止まられる破砕度5粘土、純粋な粘土体とかそういうのはほとんど、まあ、幅なしというか、まあ、いわゆるガウジというのは、まあ、見られなかったように思って、ここでクエスチョンマークとあれで、あのこれも限られたあれなんで、あの中のトンネルの中の底面ではですね、そういう心があの、まあ、怪しいというか、まあ、疑いがあるとかそういうところはちょっとなかったように、まあ、思いました。あ、これ飛んでこれで終わりですかね。一つ結論みたいなところがあったんだけど、まあ、あのそういうあれで、あの全体としてあのまだまだあのこれを活断層だとかあのいうのは私のあれではあので言うことはできないというかな、あのまだまだあの状況証拠あの、ま、調査中のものもあるし、まあ、あのそういうものも含まれて、あのあるいは場合によってはですね、あのあ今言ったようにあの地滑りを専門にこういうところをやっている人、あるいは粘土鉱物を含めてやっている人、そういうものを含めて学会 の幅広い、知識、まあ、いわゆる識者というか、まあ、そういう人を含めてあの分析すべきだと思いました。まあ、ちょっとあの長くなったって恐縮ですけど、はい、ありがとうございました。皆様からあのいろいろかなり長くてですね、各多岐にわたってましたのでですね、あのちょっと呆然としておりますけれども、一つはあの島さんのお話の、応力のことですけれども、これはあの渡辺さんが質問されているので私も疑問を感じてますので、後でコメントさせていただきますが、まずそこからお願いします。まず応力に関する、質問というふうな意味で、まず一つは、深いところの、まあ、あの応力をそのまま今の活断層のところに持ってっていいのかというふうな、あ、こう出てますね持ってっていいのかというふうな、そういうあのことだったかと思うんです。で、まあ、基本的には、まあ、いわゆる活断層で発生する内陸大地震とかっていうふうなことを考えたときには、まあ、あの震源というのは大体深いところにあるというふうなところで、基本的にはそれは深いところの応力の方がむしろ効いているだろうというふうに、私は考えています。ただ、今回の場合はあの私が例えばその跡津川断層であるとか中央構造線だとかいろんなところで破砕帯を見てますけれども、そういったその立派な破砕帯に比べるとあの規模があまり大きくないんですね。でそういった、大きくないその規模 その破砕帯がどうなのかというふうなことに関してはあの確かにあの深いところでそのままいいのかということはあの問題があります。ただ、ただやはり私自身はやはりその地震というふうにもし地震によってずれを起こすというふうなことであればそれはやはりある程度その深いところの応力というふうなものを考慮する必要があるというふうに考えています。であとあの、まあ、もちろんその、だら、
1号路2号路の背面山の尾根のところですね、あそこで応力かかってるかって言われたら多分周りで あそこ山の上ですから当然応力はかかってないと思います。だからあれはだからそこで動くとしたらその地表付近で多分地表付近というかその尾根の上の応力なんていうのはむしろ重力とかそういったものが効いてるんであってテクトニックな応力なんていうのはほとんど効いてなくてで、実際にその断層が動く動かないというようなことに関しては、まあ、むしろ深いところにの応力というものが効いているだろうというふうに考えています。であと、いろんな危険があるというふうなことでどういうふうに考えるのかというふうなことでおっしゃってたんですけれども、ちょっと次のスライドというかずっといいですか、これの次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 で、あ、このくらいですね。まあ、実際に、まあ、こういうふうに応力がかかれば、まあ、断層が動くっていうふうなことで言っていて、まあ、これ、大体よく構造地質なんかの、教科書を見ると、なんかこんな形の、絵がよく出てくるっていうふうなのはあります。で、それで、その次の、スライドのとこ、次、すみません、次ですね。で、それで、ちょっとこれ全部表示させちゃっていただけますか。で、まあ、ここで、断層面というふうなのを考えてでそれで、断層面にかかる応力というふうなものを考えてるっていう断層面にかかる応力というふうなものを考えているわけですね。でいろんな起源があるということは当然この応力場に対していろんな方向の、断層が入っている。だからでそれは何らかの先端応力がかかればそれは動くというふうな形でこれは考えております。だから当然のことながらここで私が考えている応力というふうなことに関して言えばきちんとその起源というふうなものは考えられているというふうに考えています。だからこうまあ、よく強弱とかいろんなことを言って強弱断層とか言われてるんですけれども別に強弱断層だけ考えてるわけじゃなくっていろんな方向にいろんな当然岩石ってのはいろんな履歴を持ってますからいろんな方向にその断層となり得るような亀裂は存在していると。でその存在している断層にどういうふうに応力がかかっているのかっていうふうなことは全て考慮しているというふうなそういう形になります。ご質問とお答えは噛み合ったんですか。大きな地震を起こすような大きな断層はおっしゃるよりその深いところの能力で決まるんですが今問題にしているのはそういうものではなくて周辺のものが動いた時にはちょっとおっしゃいましたけど周辺にもの大きく動いた時に表層で何が起こるかっていう話の動き方なのでそれを深いところの応力で、対応付けてよろしいのでしょうかということで最後に私こう問題点という形で挙げたと思うんですけれども当然これ今話したこの話応力と合う合わないっていうのは深いところの応力ですそのまま単純にその地震のデータから計算しただけっていうのはそれだけなんですよね。だから当然その周りの影響がどうなるってことは今日の話の中には入ってないで、まあ、それは当然考えないといけないっていうふうには考えています。それから起源というふうに申し上げたのは例えば深いところで動いてかつてできた断層が上がってきてですね最近再活動したとするとそこに温度の高いところでできる粘土鉱物があってもいいのではないかという質問なんです。さっき何だっけ尾根の上の破砕帯のところでおっしゃられた通りであそこに見られている破砕帯の中の粘土鉱物っていうのは、まあ、関西電力の言われた資料を信じる限りではそういったものだというふうに考えています。だからかつて深いところでできたものが今地表で見えているっていうようなそういうものだっていうふうに考えています。ですからその今浅いところで動いていても構わないわけですよね。だからそこで要は粘土鉱物できるできないっていうふうなことでだからその別にその、動いたから粘土鉱物はできなきゃいけないかっていうとそれはないのでだからその粘土鉱物がないからそれで動いてないっていうふうなことは、まあ、それは、難しいっていうふうなことになりますね。学生時代一番苦手だった分野なんですけどつまり2、300度の温度のところでできるものが主体であるということは今
そこでは動いていないということにはならないという理解でよろしいんですよね。断言はできないということですね。はい、ありがとうございます。私のコメントはですね、実は微小地震のメカニズムだけから本当に大きな活断層の地震のメカニズムがどれだけ言えるのかについてもやや問題があるんじゃないかというコメントでした。はい、うなずいていらっしゃいますのでこれ以上追及しませんけれども、それはともかくとして、いくつかポイントがあるようですけれども、一つはやっぱり台場浜のトレンチでありまして、横ずれは私全然見てなかったんですけれども、その一番東の端にある横ずれですね、それがもし本当にそうであればかなり重要なもの、私自身は見落としていたので何ともコメントのしようがないんですけれども、広市さんはどういうふうにご覧になりましたか。僕も正直そっちの時間が非常に少なかったものですから、現段階ではもう少しじっくりあそこの部分を調べてほしいというふうにさっき申し上げたんですけど、後で写真見る限りではその活断層というかその動いていてもおかしくはないんじゃないかというふうに思っております。ただ解釈図を見る限りでそれに矛盾はないだろうというふうに考えています。解釈図というのは渡辺先生とか岡田先生に出されの方がよく時間をかけてご覧になってまして、そこで言われていることがそんなにおかしいとは全く思っておりません。私が見た時間が短くてしっかり見切れていなかったということです。失礼、私が見た限りではですね、この面は非常に綺麗です。これに沿って、あるいはこの平行しているこの部分かもしれませんが、遠歴がずっとこう落ち込んでてね、でだからこれは滑り面としてはトレンチの中で一番これが綺麗だったというふうに思って、おやと思って注目したんです。この部分、これは北を見てますけれども、これですね、こういうところ、だからここの面、十分そばに行って上線、先ほどのから問題になってあれまでは測定してないんで、その辺はちょっと、ちゃんと測定してほしいですけれども、これそれから東南の隅っこですね、それもそっち続いていくように見えた、これは一番トレンチの東端端っこなの でしかもここへなんで はしご階段があったんですよね。その下を通って東南へ続いていくというので、これは非常に綺麗ですけれども、この滑りがただ上方へどうもつながらないと、ここの上ですね、それもちょっと犬橋のところまで行って確認したんだけど、そこではほとんど見えない。それは同じ横で東南の方でもそうだったんです。だから局部的には非常に綺麗に見えるんです。で、ここで見えているようにぐーっとこう我々 V 字形のくさび型 の落ち込みっていうか、そういうふうに、言ってるものなんで、失礼、飛んじゃったですね、はい、すみません。こっちの分も南も同じだったんで、ただどちらも同じようなふうに見えました、地層との関係では。はい、ありがとうございます。典型的な横ずれ断層のものだと、断層っていうそこ、はい、総合的判断でここの部分ではこう開いて落ち込んで、一方では逆断層を見てるときに同じような部分で あるので、それはまたこれ我々今までのトレンチではですね、こういう構造をあんまり見ないなと、私も1979年以来たくさんもうトレンチやってきたし見てきたんだけど、ちょっと異様だという感じのふうに見えましたね。どうぞ。学術的にですね、どういう動き方をしているか追求するのは大変重要なことなんですが、ここで求められているのは今の定義でいうと12、3万年前以降に動いているかどうかということで、それから考えるとここは何の疑いもない。
で、まあ、地層がひょっとしたら12、3万年より古いかもしれませんけれども、まあ、それにしても12、3万年以降に動いていないという証拠はないと。そこは非常に重要な点であって、あの追加調査は大変結構ですけれども、問題になっているのはそこの一点だと思います。あえてあのズレというふうに言ってるんです。あのズレというのは、まあ、あの今さっき言ったように、まあ、速報流動みたいなことでも起こるし、地滑りでも起こるし、あのそういうあのいろんなあの現象で起こるので、あのこれを地下深部まで続く断層運動というふうに即断私はできない。むしろこのような構造はあの地滑り的 あれに見える。まあ、あの先ほどね渡辺さんが見せたあの図、詳しいこの辺の位置図があったんですが、あれちょっと見せていただけたら。うん、これでもいいんですが、あのこの地形はあの地形が分かる人が見ていたら、ここはあのこういう馬蹄形にへこんでますよね。あのこういうふうにこういうのはあの滑っている、まあ、あの地形の特徴ですね。こういうとこ、これですね、こういうの、あのこれは、まあ、これはまあ表層だけかもしれませんけれども、こういうあの表層的にはこれ、まあ、いわゆる表層滑りのようなあの地滑り起因のもので、これの堆積物がここの上に乗っかっていると思いますか。それからあの一部はもう外水と呼ばれるもので重力的にこの上もあの乗っていると思いますが、まあ、こういう地形はもうあのこの地形見ただけであると。それからまあここら辺のこの平坦面ですね、これが先ほど言っているあの最終干氷期にできているものを起源としてその上に物が乗っかっているかと思いまして、私はあのトレンチ中だけ見るんじゃなくて、こういうところ、こういうところをですね、あの見ながら、あるいはボーリングデータがあるなら確認してですね、両側はどうだと、そういうかの、まあ、あのこういやや広い目で物事を見ないと、あの、まあ、全体像というかそういうのは分からないということですね。まあ、あの私はあのそういうふうに今まで見てきたし、学生にも指導してきましたけれども、現象だけ、あの局所的な、ね、現象だけで、あの非常に、まあ、先走ってあの結論つけたりなんかするのはあの危険だというか、あそういうふうに思いました。ありがとうございます。渡辺さん、当然反論があると思いますので、どうぞ。あの地滑りであるか断層運動であるかということは区別しないというのは前回でも共通認識されているわけです。だからそこの問題は学術的にあの問うのは非常に重要ですけれども、ここの時にはもう そういう話はないのだと。12、3万年前以降に動いたかどうかというのが、とりあえず現在の年代間でいうとそこのところに一点が重要な点だということで、整理されたと私は思っていたんですけど、またそこまで戻ってしまうのでしょうか。それはあの例えばここがですね、この炉の方まで含める巨大崩壊地滑りならそれはそうかもしれません。ただ今言ってるのはここを含む小さなローカルなあの地滑り、こういうものかどうかということで、ここだけならこちらの方に影響をするとは思いませんけれども、だから局所的にある層だけに非常にあの逆断層上、正断層上に見えるものがあったりする、その上に、まあ、なかったり、それからちょっと粘土質のようなあの堆積物はあの明らかに滑らしている。それはだからあの局所的なそういうあの、まあ、滑りと これにつなげる、あるいはもっとさらに南につなげるかどうかというのは非常に本質的な問題じゃないでしょうか。そこがつながる可能性というのは否定できなくて、そこは十分考えないといけない。ちょっと山頂部ではですね、
ここのプレンチこれはあの、まあ、私も観察しましたけれども、あの逆断層的なセンスで、あのこちらの西側が東の高角度で右横ずれっていうあれだったから、ここと結びつける、先ほど東端部のあれと結びつけるには落ちの方向は違うし、あの、まあ、ずれ方も違うというかな、あのそういうのでこれをすぐここへ結びつけるというのは私にはできない。分かれましたね。はい、どうぞ。あの連続するかどうかちょっと僕は今分かんないところなんですけども、先ほどのあの断層構、あ、断層じゃない、先ほどの構造を地滑りで説明するのはやっぱりちょっと難しいじゃないかと思います。で岡田先生も先ほどおっしゃってましたけれども、あの西側の壁面では複数回やっぱり動いていることも確認できるわけですよね、あのスケッチからでも。西、だから、こっちかな、南かな、南側ですね、南西ですね、南西側ですね、あれ南西じゃないですか、あれ、あごめんなさい、南側です、南側の、ところでは複数回動いていることも確認できてますし、やっぱりその地滑りの向きとかってことを考えても、あんまりあれを地滑り説明するのはちょっと難しいんじゃないか、典型的な横ずれの形態じゃないかって僕は思います。あの議論なんですけど、地滑りだって複数回何回も動きますよ。それで あそこの部分だと明らかに高角度で、まあ、もし地滑りだったら右横ずれ成分ですね、で横ずれ成分が高いだろうと思いますけど、まあ、それでそれがあそこの両端とも草部型、あるいは、まあ、我々が言っているような落ち込みがあるということは開口成分を持っているということですね。まあ、だから外交成分を持っているものがあり、一方では逆断層に見えるところがあり、そういうのがあれ異様だなという、それはもう間違いないと思います。どんなたが見てもそこは開口成分があったり逆断層があったりするのは横ずれではありうることであるし、さらにこれ連続しているかどうかステップしているかもしれませんので、ステップしていればそのステップによる局所的な上下の動きというのは伴いますので、そういう可能性もあると私は思いますが、いかがですか。それでそういうことも含めて、これ眼光上のものであるならば、まあ、そういう今ボーリングのデータまで私は当たってませんので、わからない。だからここの部分で今南の東南のところでそういうのが見られたので、これの連続性をちゃんと精査してほしいと書いているところですよね。こういうところ、こういうところ、それからこっちの方に眼光上につながるなら眼光上のあれがどっかでつかまるだろうと、まあ、いわゆるここで見えたズレとズレのようなもの、まあ、破砕帯の中から見えるもので、ここで見えているものとはちょっと違いますよという。ありがとうございます。まあ、それをどう解釈するかということで、まあ、違い、意見の違いが出てくるということで、まあ、事実は皆さん共通している、それをまあどう解釈するか、要するにひょっとして危ない方といいましょうか、危険な方を取るのか、あくまでも安全だと思う、安全だと思うと変だけども、あまり危険なことを考えないでも解釈できるという、そういうご説明だと思いますね。時代的にはどう、確認したいんですけれども、さっき、ここは、横ずれ成分がどちらかということは確認されていないんですよね。現場ではね、はい、ちょっと、はい、非常に観察しにくいところですよね。で、こちらは、まあ、私横で見てますけれども、ここは確かに、まあ、右横ずれっていうことは私はここでは一応見てるんですよ。で、まあ、ここの横ずれ成分がどっちであるかっていうふうなことで、ここがつながるのかつながらない、まあ、同系列の断層と考えるべきかそうじゃないのかっていうことは判断が分かれるのかなっていうふうな気がします。あと、まあまあ、これはただの感想かもしれないんですけど、まあ、今の段階だと、まあ、やはりそのここの構造がどうなっているのかっていうふうなことがはっきりしない段階でああだこうだって議論していても結局なんかその結論が、まあ、
出せないというか、私はそれで判断してしまうというのはちょっとあの主観的な判断になってしまわないかなということを非常に警戒しているというところがあります。で、まあ、やはりここでやるのであれば、まあ、先ほどちょっと岡田先生の話の中で言われたような形で、そのやはりその地滑り学会であるとか、そういう、まあ私もこう地滑りの専門ではないし、ちょっとわからない部分があるので、そういった専門の方をきちんと入れて、こういったことが起こりうるのか起こりえないのか、でそれからもう少しここの調査をした上で、判断するべきじゃないかというふうに思います。はい、ありがとうございました。ちょっと時代の方に移りたいと思うんですけれども、ここの平坦面はどのようにしてできたのかという説明をどなたかお願いしたいんですが。この辺含めて若狭湾東部の 海底の、まあ、地形も含めてですね、ちょっと検討したことがあって論文も書いてるんですけれども、この中に含まれているここら辺に まん丸い礫がありますよね。これはもう明らかに背後にから来た角張ったこういうのはもう背後の方から来たいわゆる外水重力の作用によってするとか、地滑りによってこう来たものであって、先ほどみたいに非常にきれいな丸い礫がいっぱいあるのは現在の海岸に行ってもそうですけれども、何回も何回も閻魔されたと言いますよね。そういうものなので、ここの底面が海底の破色面と言っておりますね。ベンチという起源であるというのはこれは誰も一致していると思います。でここの底面の年代ですね。で年代がやってるのは KTZ9.5 万年というのが、どの総順、これ書いてるのここら辺の総順ですか、この辺ですか、まあ、これだったら、まあ、ここから上は少なくともですね、まあ、これがソマラから降ったそのままなのか洗い流されてきたものかによってまたこれちょっと解釈違ってくるんですけれども、ここの底面が12万年前なのかあるいは10万年前なのか、ここが12.5万年なのかはちょっと議論があるところだと思いますけれども、そういうまあ、ちょっと起源が古いという、まあ、我々いう起源は10万年20万年のことを言ってるんですけど、そういう中でもっとこれが古いかどうかはもう少し分析とか何かデータ出てこないとわからないということだと思います。それでよろしいでしょうか。この辺のノコギリ崎という付近からですね、ここの付近、ああそこへ今地図がありましたね、これここの上にでここら辺にポコッと飛び出しているのはスタックといったり岩頭ですね、頭上に浸食され残ったもので、ここの平坦なところは普通見ればこれは縄文海進というのもあるんですけれども、それより古くてですね、これも KTZ が覆われるとか赤茶けた地層が乗っかっていますから、これの続き、ここそれからここにちょこっとだけ書いてあるんで、これもこの面の上にこれが覆っているというふうに私は思いますし、トレンチの底でもそうなっていたので、まあ、ここ一帯がですね十数メーター今標高あると思いますけれども、最終鑑評期以降相対的にちょっと隆起しているという認識は共有してできるんじゃないかと思いますが、そうすると時代はその時代であると、まあ、普通にこういうふうに現在の海岸に沿ってですね、一番広く平坦な面を残しているというのは一番最後のもの、それが 12.5 万年ぐらい前っていう、まあその辺はほぼ共有、もうそれがまあ10万年前かもしれませんけれども、その時のその前後の海岸の破色面だったという、それは共通していると思いますけどね。その破色面がずれを起こしているとかどうか、いや、ズレは起こしているのは、ズレは起こしてるんです。そう、それが破産そうかどうかについては、はい、岡田先生は、うん、もう少し広く見た方がよろしい、見た方がいいし、ね、まあそれ、うん、まあ、ズレを起こしていることは間違いなくて、はいはい、それはおそらく12万5000年
以降。以降、そこが微妙なんです。まあ、そこが、あそこのところの上を切ってるか切ってないかという、はい、C 層、D 層と、あ、D 層というのは切ってると。はい。D 層は切ってます。うん。これは切ってるんですね。はい。この。はい。で、ここのところは、はまあ、側面なのか、はい、あれなのかで、あんまりこれより上には続かない。まあ、上は続かなくても結構ですけれども、まあ、12万5千年プラスマイナスなんかあるかもしれないけれども、その頃にできた海岸の平らなところがずれを起こしている、これは事実ですね、はい、すみません、ちょっと誤解があったかもしれないですけど、これは波色面ではないと思います。これはずっとこっちへ上がっていくので、波色面といったのはこれですよね。だからこれがその周辺の地形から見ると、これはもう12万5千ではないかと言ってるだけで、明らかにその後に動いているというのが私の見解です。そうすると、そこまでは皆さん多分一致されると思うので、その動きが何によるかという、断層なのかそれとも地滑りなのか、それ以外の原因はありますか。他には考えつかれない、わかりました。そこまで、